大体100万か150万ぐらい差が出るという、そういう障害年収でだいぶ上がるので、簡単じゃないから東大入るのはめちゃくちゃ大変、言語学は超大変。ここに論題しようと思っている人がいる、おすすめは先輩たちが、ね、自分の年の分の回答と、まあ、解説にその書いてる。東大は始まりました、もちろんチャンネル。さあ今回も再び韓国の風民と呼ばれる学歴地。韓国の風民学歴地いつの間にかそんなあだ名ついちゃったんですか。あ、でも東大入ってました。まあまあ一応東大です。はい。まあ風民、まあ言って東大落ちてるじゃないですか。はい。だから韓国の風民じゃなくて、むしろ日本のカリスじゃないですか。風民の方が。なるほどね。日本の、日本のカリスになってないですよ。そうです。入ってない。僕の方が格上ですね。そんな今回なんですが、まあ、学歴中たちがね、ちょっと食いつきそうな、学歴論ではコスパ最強っていう、ね。そうですね。まあ僕は学部から東大にいるんですけれど、東大院って言っても半分ぐらいは多大から来てるんですね。そうですね。まあ、まあ、僕も含め、ね、そうですね。まあ全員が全員ではないですが、そのうち多くはまさにやっぱ論大で来ていると。うん、そしてまあそうするとやっぱり障害年収だいぶ上がるのでお得じゃないですかというお話ですね、うん、そうですね。数値を見ても人文社会系が68人51人、ああ多大から51人来てて、教育に至っては多大の方が多いんですねそうですね。そもそも東大生って教育とかやりたがらないんです。なんでかというとそんな儲からないくないですか。あ、教育も何もおもろくねえし、そんな儲からなくて何が嬉しい、何のために、ね、うん、俺東大来たって思ってんねんという思っちゃうね。教育そもそもやりたがらないので、教育に至ってほとんどもう3分の2ぐらいは多大から来ててということになります。そうですね、まあ、まさに先生になりたがらないし、ね、普通はね、基本的にまあ人気なところほど学部からの進学が多いという、うん、そういう理解でいいですね。農学生の科学農学もそこまでまあ人気ないの、半分近くはまさに工学がまあ多いか。工学だとやっぱりまあ普通に儲かるし、まあ、その専門性とかも大事だしというので、うん、まあ、3分の2ぐらいは内部進学ですね、うん、で理学が160で188だから外の方がいいんですね。理学そうですね。理学はむずいからじゃないですかね。うん、むずいし金にならんしみたいな。あ、なるほどね。年収が変わってくるわけですか。そうですね。特に理系ですとやっぱり専門知識とかが大事にされるので、うん、まあ、論文どれぐらい出したのかもそういうのもありますし、はいはいはい、そうですね、だからそういう技術者とか研究者とかを評価する上ではその最終学歴で基本的に評価するので学部ではなくて、うん、まあ、基本まあ学部東大によってよっぽどのことはなければ、今ももちろん東大だと思うんですけれど、うん、最終学歴を重視するとやはりまあ東大卒ということで一括りにして取ったりするんですよね、うん、特に修士卒とかですと、うん、なるほどね。だから年収で、まず、あ、準難関大学の院卒、東大院卒だと年収で、まあ、大体100万から150万ぐらい差が出るという、まあ、そういう統計がいろんなもので出ているみたいで、障害、ね、まあ、年収で5000万近く、まあ、差が出たりという、はいはいはい、だから差があるので、だったら絶対に自分とこの院そのまま入るんじゃなくて東大の院に行ってくれた方が、まあまあ、お互いにとってもいいんじゃないかなっていうこと思います。ウィンなわけですね。そうですね。どういう感じで、ただやっぱ文系はあんまりってことですか専門性が大事っていうことを言ったじゃないですか。だからそれは確か法律だったりとか経済とかですよ、専門性が大事にされるので、確かに東大で院出る、まあそういう価値あると思う。例えば MBA とかだと、まあどこ出たのがすごい大事じゃないですか。こんな感じであると思うんですけれど、特にまあその教育学とか、うん、ちょっとまあ恐縮ですけれど、はい、教育と人文社会系ですね、はい、その教育だったり人文社会、まあそっち系だとそこまで専門性いるのかという、そんなの本読めばいいじゃんって揶揄されるじゃないですか、はいはい、っていう感じなので、そんなに東大ブランドが生きるのかっていうと微妙みたいなところありますね。そもそもなんかその就職率そういうのも良くないので、だからその院入ってなんか自分の人生が変わるかというとそうではない気がするんですけれど、どうですか、ね、確かに自分含め周りの研究を見ていても、まあ、世の中の役に立つかと言われたら、はい残念ながら、まあ、研究が楽しいって、まあ、それをいいと考える人もいるし、いるんですけど、まあそうですね、沖縄のある島の絶滅しかけてる言語を研究してる人とか。なるほど。まあ価値は確かにあるだろうけど、社会にとって優先順位はまあ低いでしょうね。ね、空間を表す表現がなぜ時間を表すように変わるのかとかですね、うん、社会の役に何が立つんだと言われたりとか、まあもう某言語の色を表す表現が私たちの色とどう違うかとか、はい、それが、まあ、確かに何に役立つ。例えばロシアだとの淡い青となんか濃い青でなんか言葉が違うみたいで、はい、だからそのロシア人って青自体も完全に違うものとして認識しているみたいですね。そういうのをやってるってことですか。そういうのをやってた方もいたりして、その人たちのものが果たして何に役立つかと言われれば、確かにすみませんって言われるまあまあ基礎研究がどこに役立つかっていうのは分かんないのもあるんですけど、ただ言いたいのはですね、このロンドンのやつらめっちゃ簡単だって言うんですけど、簡単じゃないから東大入るのは。
学部に入るのと比べたら簡単だろうって言って、まあ確かに教科数で考えれば圧倒的に簡単ですよね、うん、そうですね、そこは言える、まあ、3教科とか4教科とかですかね、けどでもまず大学時代ちゃんと研究してないと入れないですからね、そこが全然違うんで、うん、東大入るだったらみんなただ勉強できれば入れるけども、そうですね、イン入るのって研究してないと入れないんで、あ、そうなんですか。で論文とかちゃんとその実績じゃないと入れないんで、外部の人たちって内部の人はあるじゃないですか、もうこれやったっていうものがすでに、外部の人ってその証明がないので、だからちゃんと論文とか書いて出さないと入れない。それ多分研究科とかそういう学科によっても違う話だと。なんそんなのもないとこがあるの、僕の周りでそんなのどうでもよくて、そのいやテストだけ、テストの成績のみで決まりますね、はい、だから、じゃあそれは簡単。そうですね、はい、簡単、大学院、まあ、成績だけで決まります。少なくともまあその情報系、情報理工系研究科だと成績だけで決まるはずです、ね、ちまあ、博士課程とかだと違うと思うんですけど、はい、少なくとも修士課程だと成績だけで決まります、ね、うちはめちゃくちゃ大変、言語学は超大変だから。あ、なるほど、とにかく全部突っ込まれますから、全て僕研究のことも、で一次試験の筆記があるんですけど、でそれで、まあ、英語と僕フランス語2つやって、はい、でさらに言語学、言語学もめちゃめちゃ難しいですからね、でもめっちゃ勉強しましたから、フランス語もめちゃめちゃ勉強しました。でそれで超頑張ってやって、で口頭試問っていうのが二次にあるわけなんですけど、その口頭試問がまあ長い、あんなにそんな大変、あんな長時間の圧迫面接なんか受けることも二度とないと思うんですよ、この人生の中で、ね、あんなね2時間とかずっと圧迫されてるんですから。それでいて研究の内容まず全部突っ込まれるわけですよ、ここはどういうこと、あれはどういうことだって、こういう方法って突っ込まれるし、で一次試験の英語の試験、フランス語の試験まで突っ込まれるんですよ。でフランス語のここの訳がどうしてこうなったのってそんなこと聞くみたいな、この単語知らなかったんだねとかっていうのを聞いてきたりとか、ベルカーブでどこの位置にいるかも全部見せられました、はい、もうフランス語にもう全部時間かけて、はい、英語もすぐ終わらせてやったんです。だから英語はなんか普通のとこだったけど、フランス語がもう上位 5% にいたんですよ。やばいですね。フランス語そんな、フランス語喋れるんですか。全然できないです。そうですね、フランス語のも単語と文法はもう完全にガチガチに覚えてって、で試験時間のほとんどをもうフランス語のその文章を見て推測するっていうのにもうひたすらかけたんで、上位 5% って書いてたんですよ。推測で全部書いたから、一応フランス語検定1級レベルの単語まで覚えてたんですけど、それ出てきたんですけど、だから多分東大院って一括りに言っても、そのどこの研究科とかどこの研究室に入るのかによって全然難易度やっぱり変わってきていって、ほぼ名前書いて3週間ぐらい勉強すれば、まあ、誰でも通るとこって、まあ、もちろんあるにはあります。だからみんな思ってるのは多分その辺を、ね、想像してると思うんですね。言語学は総計よりも全然難しいから、もうはるかに難しいですから、勘違いしないでください。僕の入ったところはそんなに簡単に入れません。3人しか受かんなかったし、ね、3人受かって内部1人で、別の内部の人落ちてたし、内部1人で僕1人で留学生だったから、だから外部の大学入った僕だけですから、めちゃめちゃ厳しい。まあ、AI の分野も最近やはり、まあ、激戦区というかすごい人気あるので、うん、基本どこも、まあ、10対1とか20対1とかの30対1ぐらいの競争率あるので、うん、だから、まあ、ペーパーテストだけであるんですけれど、やはり競争は激しい。僕はそんな簡単な試験ではない。言語学って言ったって言語学めっちゃ広いですから、一個一個のかなり深いところまでやんなきゃいけないんで、全然あの社会の世界史の教科書なんか全然比にならないですから、やんなきゃいけないことだから、それと世界史国語英語とその三教科のものと比べても全然違うと。それでいて僕研究ちゃんとやってないと、大学で研究ちゃんとやって論文書いてないとダメでしたから、むちゃくちゃ大変でした。やっぱ語学2つっていうのはね相当大変でしたよ。そうです。最初、まあ、韓国語が一番やっぱ近いっていうから韓国語頑張ろうかと思ったんですけど、まあハングル読むのめちゃめちゃ時間かかって、まあ無理だなと思ってフランス語で頑張りました。英語と近いところもありますので、そうですね、フランス語で頑張ってやりました。その塾のね、その大学生の時塾のバイトしながら論文書きながら、この一生
生懸命言語学の勉強とフランス語の勉強やってましたからね。そうですね。内部性だと結構まあそのイン入るのは簡単っていうのはありまして、内部性の方が習ったこと結構出てたんで、内部生たちが、まあそれ研究官にもまたよると思う。うちのところだと過去問が、あ、はいはいはい、はい、過去問自体は公開してね、過去問の回答を公開してないんですね、はいはい、だからもう毎年先輩たちが、ね、自分の年の分の回答と、うん、まあ、解説でその、ね、書いて、それをずっと代々その、はい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 、研究室の後輩たちに手渡ししていて、それ例えば過去の10年分のそういう回答と解説、うん、そういうのを見てもその完全に覚えとけばその9割ぐらい同じの出てくるので、でなんだっけ7割ぐらいな取れればまあ合格なので、だから内部制でまあ受かるのはまあ当然でみたいな、まあ、みんな1ヶ月ぐらいやればまあみんな受かるよみたいな、そういう感じでし、外部の人それを手に入れようとしてこないんですか？はい、だからみんながなんか公開してないので、ほんの一握りはなんかネット上に落ちていたりするので、ほとんどは落ちてない。あとは中国人だったらコミュニティがめちゃめちゃ強いみたいな、みんなそういうの公開しているみたいですね、内部制じゃなくても。はあ、そういうだから結構まあそういうずる賢いところがすごい大きいので、だからその辺で難しかったりします、ね、特に外部制とかの回答とかないとなかなか難しいですね。そうですよ、なかったですよ回答、はい、回答なしね、そうするとめちゃきついです。私は図書館にこもって一生懸命勉強しました、うん、そういうの。まあ今だと分かんないですけど、当時そんな言語学の情報なんてそんな超マニアックなやつ、うん、なんかネット探しちゃってない、ちゃんと調べましたもん、図書館でいろいろ。でここに論題しようと思っている人がいる、おすすめは関連する研究室の先輩とか、はい、その、修士1年とか2年とかそういう人たちに連絡を取って、この研究室絶対行きたいと自分は思っててみたいな、うん、そういう思いを募った上で、ちょっとそのためにちょっとその過去問の回答はありますかみたいなのを聞いて、泣いて言うかもしれないですけど、まあ結構答えてくれる人いると思うので、それ割とおすすめです。いやーよかったんじゃないですか、これでね、そうですね、入りたいっていう方、はい、もしかしたら、じゃあ僕はもっと簡単に入れるところを選んでた方が良かったかもしれないっていうことですねそうですね、まあ、人生イージーモードって、まあ、自分はまあ研究したいものがあったんで、うん、まあ、そこに、ね、まあ、それはそれでいいんじゃないですかね、はい、それでね東大っていうのをね手に入れられましたので良かったと思います。はい、ここはカリさんにお聞きしました。ぜひぜひコスパ最強です。そう、みんなインで東大入って一応東大ですって言おうね。そうだね。はい、ありがとうございました。じゃあバイバーイ。